はい、どうも翔太郎です。どうもロイです。はい、今回ですね、エフェクツベーカリーだね。知ってる？エフェクツベーカリーは。いや、なんか、名前はそんな有名じゃないけど、側はみんな見たことある、ね、そう、もう簡単に言うと日本一安い歪みエフェクターということで、まあ、エフェクターブランドか。そう、今回は歪みだけなんだけど、そう、それをですね、ちょっと僕が趣味で買いまして、もうせっかくなんでね、全部弾いていきたいなと。なんかいつか弾くタイミングが欲しい、いつか弾くタイミングが欲しいって思ってたんだけど、そう、全然タイミングがなくて、でもそしたらこのロイヒ君がですね、結構スタジオに入って一緒に撮ろうよっていうのを言ってくれたんで、じゃあせっかくなんでちょっとこれをやっていこうかなと思いまして、ですね、まあそんでここにあるんだけど、マーシャルとこれ JCM900 です。で、あとジャズコですね。で、この2つにマイクを立てて手話の57で撮っていきたいと思います。そう、これでまあみんなが使ってる音、みんなが普段聞くような音で撮りたいなと。で、それで結構いいじゃんと、いいじゃんとね、俺はなるんじゃないかと思ってですよ。実は俺もスタジオでは音は初出しなの。ああ、こいつは。そう、家でキャビネットシミュレーターとかに繋いで音は出してたんだけど、実際にスタジオで出すのは初で、ちょっと緊張してるんだけど、でもね、いい音になるはずなの。いい音を作らなきゃいけないの、俺たちが。そうだね。ね、はい、せっかく紹介するなら。ということで、で、僕が自分でね、持ってきたギターなんですけど、まあ、これ、ギブソンの ES335 ですね。もうずっと昔から使ってるんだけど、まあ、ハムバッカーのギターを、これはちょっと使ってレコーディングをしていきます。で、はい、ロイヒの方が。はい、フェンダーメキシコの、ストラトス。はい、これね、よく一緒にやってるさ、アニソンのカバーミュージックビデオみたいなのでね、すげえ弾いてくれてると思うんですけど、それをね、使ってくれてます、今回。で、まあ、ハムの音とシングルの音、これは2人でこう弾きながら、ハムね、それでジャスコーマーシャルっていうんで、もうかなり贅沢にね多分ね、トータル16トラックくらいね多いわ俺たち弾くんだけど、多いわ。そう、まあそんな感じでね、ちょっと やっていこうと思います。まあきっと楽しい感じになると思うんでね、じゃあぜひよろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。どうぞ。
Thank you.
Thank you.
全部弾き終わりました。どうでしたかね。なんかさ、ハムとシングルでの合うエフェクターとかもちょっと違うなって感じたし、マーシャルでハマってるやつもあれば、こうね、ジャズコの方がハマってるなってエフェクターもあるように俺は感じたんだけど、じゃあちょっと一個ずつね、お互い感想を言っていきましょうか。はい。じゃあまずはこれ、ベーグルオーバードライブ、ね、一番最初にやったやつ。これさ、TS 系なんて言われてるけど、俺割かし万能だった気がする。TS 系だと思わずに弾いてた。あー、なるほど。むしろ普通にオーバードライブ的な、普通のオーバードライブとして確かに確かに。で、そのクリーンな状態のに普通にオーバードライブっていうメインの歪みとして使うのにもいいし、マーシャルの歪みに対してそれをさらにゲインブーストみたいな感じで合わせてハイゲインな音にしていくとか、そういう使い方にもね、両方合ってたし、あと俺マーシャルで使ってもジャズコで使ってもそれなりに優等生というか、なんかね、特に欠点が見当たらない。で、ゲインの幅も広いというか、俺最後ら辺にね、こうジャズコでゲインをもうほぼゼロくらいで、でもオンにするとちょっとだけ、ちょっとなんていうの、気持ちクランチってほどでもなくね、なんか音のツヤ感が出るみたいな。だからプリアンプ的な感じにも使えたのよ。だから俺がもし使うならジャズコにこうゲインゼロにして、で、つけるだけつけておいてとか、よくブルースドライバーでそういうことする人いるらしいんだけど、これはベーグルオーバードライブでも同じことができるかなと。そうするとそれだけで真空管っぽい音になるんで、そこからさらにメインの歪みを足していくとか、俺はちょっとベーグルオーバードライブそういう使い方もできるなと思ったし、まあ、だけど普通にこうバッキングでジャカジャカやるんだったら、結構ゲインガーってここら辺まで上げて、いい感じの歪みとして使うのも両方できて、ああ万能だなっていう印象、これはね思ったけど、どうでした？まあ俺、こいつに関しては、まあ本当当たり障りがない感じがした。なるほど、はい、なんか、なんていうんだ、本当に当たり障りがないように感じたから、まあ、だから歪みとして、だから言い方悪く言うとやっぱ何、個性がないというか無個性というか、そのなんだろう、歪みをさ、好きな人ってさ、やっぱ特徴ある音が好きだったりする人が多かったりするね。やっぱ尖ってる音の方がやっぱ、ね、所有するなら買うならそっちの方が好きかなみたいな人が多いわけじゃん。そういう意味で言うと音に個性がないっていうのが、そう、逆につまんないなって感じられる人もいるのかなっていう、ただ持ってて損はしないっていう。そうなの、3000円ですよ。そうなのよ、3000円だよ、やばいよね。うわ、すごいな。泡もちゃんとしてるしね、ちゃんと剛性もいいし、がっつりなんかガチッと踏んでも壊れないし、これ全然なんか歪みとかよくわかんなくて、なんかこだわりとかも特にないんですけど、なんかいいのありますかみたいな風に言われたら、俺はこれおすすめしても全然いいと思う。ベーシック、ザ・ベーシック、ザ・ベーシック、ザ・ベーシックな、だからよく作ったよね、このバランスで、俺すごいなと思う。それは好き嫌いは、そう、つまんないとか面白いかどうかっていうので好き嫌いは分かれるかもしれないけど、それ以外はね、何も取り立てて非のない、悪くないっていうのがすごいいいなと。 OK、 じゃあ次は、はい、クロワッサンディストーション、これはどうだった？あ、俺？ジャズコでおもろいなと、そう、俺も思ったよ。そこはね、2人共通で、ハムで使おうがシングルで使おうが、まあやっぱ よく言われるの、俺もこの機種のレビューとかをよく見て、こうアンプっぽい歪みですよねみたいな言い方をよくされてて、へえそうなんだと思って今回実際弾いてみて、で、マーシャルで弾くとね、マーシャルの歪みの方がいいじゃんってなるわけよ。マーシャルのクリーンチャンネルにこれを合わせて弾きました。でもその後に普通にマーシャルの歪みチャンネルをガッて鳴らした時には、マーシャルの歪みチャンネルの方がいい音だなってなる。
っていうことでちょっと個性として負けちゃってるかなっていう、っていうふうに俺は感じたんですよね。でなんだけどジャズコで出した時に全然ジャズコに歪みをかました音じゃないの。そうだね。そう、あのアンプから出したような音、うん、まさにちょっとマーシャルから出したような、そう、真空管っぽい音になって結構びっくりじゃん。うん、ジャズコ対策ってね、よく言われるじゃん。ジャズコのちょっとバリバリした音が嫌いだっていう人が多くて、どうにかね、こうスタジオでもさ、みんなマーシャルかジャズコかで取り合いをして、マーシャルね、使えたらラッキーみたいな、ジャズコかよみたいな人がいるんだけど、でもそういう場合には俺全然このクロワッサンでアンプっぽい、マーシャルっぽい歪みになるかなって印象があったな。うん、トーンの効きがちょっと弱いっちゃ弱いのよ。あのバリバリとかパキパキってなんないの、このトーンが効きが弱い分なんだけど、それが逆にすごいいい味を出してて、丸くて、あのジャズコのパキパキとした硬い部分をすごい包み込んでくれるような感じがあって、結構これ今ジャズコから出てる音なのっていう印象になった。なんかふくよかになるよね。そう、うん、結構ジャズコってパキパキした音になっちゃう印象は確かに強いんだけど、普通にこうアンプの何、真空管アンプの持ってる膨らみみたいな部分を結構ブーストしてくれる。うん、結構シングルでもハムでもそこは、うん、そう、なんかそうだね、うん、ジャズコでと相性がいい。そう、ジャズコとめちゃめちゃ俺相性いいなと思った。そう、これ3000円だからすごいな。ジャズコ対策3000円ってすごいと、いや結構驚きましたこれは。そう、ね、はい。で今ね、これね、今つなぎっぱなしになってるんだけど、アンバターコッペドライブで、あのこれはね、あのロイヒーがあまりにもお気に入りすぎて、これはすごいですけど、今ちょっとカメラのバッテリー変えようとかってやってたんだけど、その間にちょっとまた弾いていいとかって言って、ハムでもちょっと聞きたくて、うんうん、ハムとシングルで、そうだから俺のセミアコを使って今弾いたりとかしてたんだけど、これはね、あの俺の方はハムではちょっとそのジャリッとした部分がちょっと嫌みったらしく、バリバリした感じに聞こえちゃって、ちょっとハマってんのかハマってないのかよくわかんねえなっていうのが正直なとこではあったけど、すごいわかる、さっき聞いて、けど、まあ、あのゲインブーストとしてはすごく良かった。マーシャルの歪んだマーシャルにゲインブースターとして、さらにこうね、あのジャキジャキっとした歪みをプラスするっていう、そういう使い方はできるかなっていうふうに俺は感じたんだけど、ただその他の場面でそのアンバターコッペの歪みだけでなんかやろうみたいなのは、ちょっと俺のギターセミアコのハムとかだと、まあいまいちっちゃいまいちかな、個人的にはね、だったらベーグルオーバードライブとか使うかなっていう感じにはなったな。だけどシングルでの評価がすごい高かった。いやもうわかんない、どう、俺はなんか弾き手として一番なんかしっくりきたのは、うん、この白いやつ。なんか、いや俺もやっぱ隣で聞いてたけど、そのブルージーなフレーズにめっちゃブルージーに返してくれる感じ、ね、枯れた感じ、はい、枯れた感じがすごく、なんかまあ弾き手のそのスタイルに合ってたかなってイメージ。いや、だからストラトとめちゃめちゃ相性いいなって。それはね、あのマーシャルだろうがジャズコだろうが、どっちもなんかストラトはなんか、そうだね、そう、いい歪みがしてたような気がしてましたね。これ珍しいんだよね、そのさ PSK とかさ、割と安い値段でもねコピー品があったりするんだけど、このブルースブレーカー系っていうのかな、マーシャルの出してたブルースブレーカーってエフェクターのなんか系統らしいんだけど、まあ、ブルースブレイカーって名前だけにね、やっぱブルージーなフレーズにすげえハマってるなっていう、そういうギターにもすごいハマってるなっていう気はしたし、そう、意外とこれ今回ね、あの期待してなかったんだけど、すごい評価高くて、割とその機種によってなんかいろいろと使えてくる場面はあるのかな。はい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 、はい、
割とあとコードとかも割と綺麗にはっきりしてたイメージかな。そう、意外と分離感良かった。そう、わかるわかるわかる。あんまぐしゃっとはならないんだよね、うんうん、俺のハムで弾くとバリバリっとはしてるんだけど、でも潰れはしない感じ、うんうん、いやだからアンバターコッペはやっぱ結構評価高いんだよね、ネットのレビューとか見てても。あ、そうなの。うん、いやだってこれいいもん。いいよね。これはすげえいいと思う。オッケーオッケー、よかったっすね。で最後にこれサンドイッチファズね、これまあマフ系のファズっていうことだったけど、どうだった？それはこうファズだったけどさ、結構ファズは好きじゃん。あファズ好きから見て、なんかなんだろう、ファズ好きって言っても、うん、なんだろうね、結構変態系ファズが好きだから。ああ、なるほどね。これ多分どっちかというと正統派。正統派。しかもなんだよ、ぐしゃーっとはしないで、そう、そう、なんか歪みっていうかディストーション感は残して、わりかし使いやすいタイプの。そうだね、使いやすいファズだね。まあ、マフ系ってやっぱどっちかというとね、そういう感じだよね。ぐしゃっとはしないっていうか、そういう感じではあったと思うけど。まあでも3000円だったらいいんじゃん。3000円ならね。なんか、うん。なんか、うん。3000円だったらいいんじゃないかなと思うけど。俺はね、ジャズコでやると、ちょっと、うん、ジャズ子にかましたはずだなみたいな。いやそうなんだけどさ、そうなんだけど、そのままなんだけど、で気持ちよく弾けたのはね、マーシャルのクリーンに対して合わした時の方が、そう、やっぱ真空管アンプに合わしたはずの方がね、こう気持ちよかったんだよね、個人的にはね。やっぱ別に本当当たり障りのないはずだな、うんうん、あ、そうね、こうなんかはず好きな人って、はいはい、結構変態なのが好きな、うん、人が多いから、はい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 、なんかゲルマニウム入ってて、その日の気温によってなんか歪みのね、うん、トーンのかかり方が変わるとか、ね、原因のかかり方とか、そうだね、そういうのからすると、うん、ああ優秀、優等生、はい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 、まあだからこう入門用ファズとしてはいいけど、ああ。本当にファズ好きな人からしたらちょっと物足りなさも感じちゃうかなっていうところで、ファズちょっと簡単にファズが手に入るならとかね、ちょっとファズちょっと軽く欲しいなみたいな時には選択肢としてはいいけどってことだよね。割と、うん、思ったのが、うん、リバーブとかかけたらちょっと化けるかなと。あー、なるほど。なんかファズはそっか、うん、ちょっと奥行き感がより出て、うんうんうん、なんかまあそういうことね。単体で使うんじゃなくて、やっぱいろんなエフェクトと組み合わせた時に、うん、このなんか優等生感がより発揮するんじゃないかな。はい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 、あ、そういう見方もあるわけね。まあそんな感じでね、こうね、めちゃめちゃたくさんちょっと弾いてみたんですけど、どうだったかな。ただもう本当にどれもそのさっきも言ったけど、ハマる場所とかね、あって、そこにハマると3000とは思えないようなサウンドがしっかり出るんで、ちょっと驚いたね。この例えばこのどれがいいかわかんないけど、このエフェクター欲しいと思った人はなんかちょっといろいろとそのスタジオ入ってセッティングして自分のギターとの相性を考えれば、どっかしらなんかいいところが見つかるな、はい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 、答えが見つかるなと思う。わかりました。ポテンシャル高いよね、割と。そう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 、うん、だからこのさ、エフェクターメーカーってワンコントロールとか出してるメーカーさんが大元なのよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、ワンコントロールとか出してるメーカーさんからまあの派生ブランドっていうか、へー、うん、そうそう、だから結構安くていいやつを作るのに長けてるっていうかね、優秀なんだよね。だから結構見た目が可愛いからっつって当時は結構流行ったんだけど、じゃなくてシンプルに音いいですっていう、うん、スタジオで実際鳴らしてみて余計思ったね。じゃあ一番
好きなのは今回、今回さっきから言ってる通りそうだそう言ってんの、もう俺はこいつっす、あんこっぺバターで、俺はクロワッサン、意外とこれも優秀だ、クロワッサンのジャズコにハマった時のクロワッサンはが一番驚いた、うん、他は割と想定内だったんだけど、これは一番おおっていう驚きがあった、うん、使える場所は限定されるけど、俺はぜひもう使いたい、俺はパンクロックに使いたいね、これはオッケー、いや楽しかったね、なんかおもろいかった、なんか思いつきで買ってみてさ、思いつきでレビューしようと思ってやってみたんだけど、意外にちゃんと使えるじゃん、うん、普通にじゃあ自分のバンドの練習のスタジオとかね、今度あったらね持ってこうかなっていうくらいね、なんだろうね、3000円でさ、どれもまあいいところが見つけられるから、うん、なんか初めて買うとかでも、うん、全然いい、うん、むしろ買うよね最初に、うん、一番最初にこれ、うん、うん、みんなお小遣いで買えるレベルじゃん、うん、なんかどれもそのピーキーな感じが出てないっていうのがいい、そう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 、なんかね、あの何かに特化しててもう他のことできませんみたいなね、うん、そういうのって使いどころを選ぶんだけど、あんまりそういうのがない、そうだね、ちょっとね、うん、気になったところが一つあって、はい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 、まあ、さっと見たときに、うん、あのこのケーブルの穴が、ああこの結構個体によってなんか大きかったり小さかったりとかっていうのが、ああなるほど、内径の差がやっぱりそこはコストが低いっていうので、まあしゃあないと思うんだけど、ここってなんか影響してくるの最終的には、いやなんかさ、ここがずれたりしたらさ、うん、電源、例えばこれ電池式じゃないんでしょ、あ、電池じゃないね、うん、結構ガリったりするし、あー、なるほどなるほど、なんかここら辺ぐらいかな、うん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 、だからまあここのあ AC アダプター挿すところがちょっと穴の大きさとかが、なんかね、スポンジとかが入ってて、うん、ちょっと雑な感じはあるかもね、その綺麗ではないから、うん、確かにここはコスト削減してるのかな感はあるけど、だからまあ、うんうんうん、その結構抜き差しする時とかで、うんうん、ガンガンもうガーってやってるから、はいはい、ちょっと悪くなるんじゃないかなっていう、なるほどね、まあでもこのさ、エフェクツベーカリーじゃん、ベーカリーだからパン屋さんなわけ、なんかトータルで全体的にあったかみのある音が多いかな、あーうまいね、そう本当に本当に、ね、本当に思ったのこれ、あー確かに、そうベーカリーでパン屋さんだから音色の傾向としてはあったかみのある音が多いなっていう印象で、ここら辺も結構その名は体を表してるから俺面白いなと思ったの、それはうん、そうお後がよろしいようだよ分からんけどね、まあ、そんな感じでまた今後もね、あの面白そうなエフェクターあったらまた2人でこうやってスタジオ入ってレビューしていきますんで、またね、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、では、またどっかで会いましょう。よろしくお願いします。バイバイ。ありがとうございます。チャンネル登録並びに高評価。